皇帝級フリゲート。皇帝級、フリゲート。英語、官民クラスフリゲートは、台湾海軍のフリゲート。フランス海軍のラハイエット級フリゲートを原型として、設計、建造はフランスで行われた。1980年代、台湾海軍は、戦力近代化計画である光化計画を開始した。 光化計画では、1500トン級のフリゲート、光花、通号を16隻整備することになっており、台湾海軍は建造する艦球の選定を実施した。その中でも、韓国海軍のウルサン級フリゲートが最有力候補となり、1988年に韓国海軍の練習艦隊が台湾に寄港したことからも、ウルサン級フリゲートの導入が予定された。ところが、 ウルサン級フリゲートの防空能力が低いことが問題視されたため、ウルサン級フリゲートの導入は撤回された。台湾海軍は3000トン級のミサイル駆逐艦を整備する光花、アイゴーとの互換性からドイツのメコ型フリゲートの建造を希望したが、中国との国際問題になることを恐れたドイツ側が難色をしたため断念した。一方、フランス政府は ラファイエット級フリゲート、イマイナス3000を提案していたが、中華人民共和国との関係悪化を問題視した、ミッテラン大統領の指示で1990年1月に売り込みを凍結した。しかし、総額20億ユ s エスドル、当時にもなる大規模商談に、フランスの軍事業界の期待は大きく、フランスのトムソン CSF、現、 タレス社と当時の台湾の国民党政権による江沢民ら中国政交換への巨額賄賂を通じて再開されて、後の民主進歩党の陳水扁総統は中国の指導者に資金を与えて台湾の国益を傷つけたと批判している。同年8月、フランス政府はラファイエット級フリゲートの隻の輸出と実績の台湾でのライセンス生産を許可した。 原型となったラファイエット級は植民地警備などを主任務として対戦戦闘を全く考慮しないなどシーレーン防衛に使える汎用艦としての運用を求めていた台湾海軍の要求に合手点があった。そこでトムソン CSF 社で台湾海軍独自の運用要求を加味した設計が行われた。本級はステルス化設計を大胆に導入したことで 名高いフランスのラファイエット級フリゲートを原型としており、その特徴は概ね本級においても引き継がれている。艦隊型角形で構成されているのは、もちろんのこと、艦隊にはレーダー波吸収材が特され、開口部は普段シャッターで覆われている。ただし、台湾海軍の運用要求に基づいて搭載された武装は、原型のステルス設計を取り入れた兵装と異なり、 ヒステルス設計であるため、ステルス性は大幅に低下したと言われている。原型艦であるラファイエット級は、海外領土の警備、EU 域外における初期作戦への投入が主目的であることもあって、手機としては、現在の戦闘艦で標準的となっているが、スタービン人ンではなく、ディーゼルエンジンを採用している。これは、本級にも引き継がれており、主機は、 ラファイエット級と同じセムットピールスティック車製の PA6 から 280STC4 機と搭載する。ディーゼルエンジンは燃費に優れる一方で、騒音や振動の低減及び速応性にや,やを取ると言われている。ソナーや対戦魚雷などを追加装備したため、重量は若干増加しており、乗組員も176名、内証庫を20名に増加している。 原型艦であるラファイエット級は、トムソン CSF、ゲンタレス社の輸出用戦術情報処理装置である、タバタク2000を逆輸入して、セネット7として搭載している。本級は、本来の輸出用としてのタバタク2000を搭載しており、従って、原型艦と同等であると言える。タバタク2000の1世代前に当たるタバタク、 ベガスリーは中国海軍においても ZKJ-4 として使用されており台湾海峡を挟んで対立関係にある両国が同じシリーズを使用していることになる。なお2000年から始まった改修計画、広勝計画で台湾海軍が保有する他の大型艦と同じリンク16を搭載した。原型艦であるラファイエット級は後方警備という性格から いかなる対戦兵装、ソナー及び対戦火力も搭載していない。しかし、設計、建造を担当したタレス社は輸出用として、ブラボーと呼ばれる対戦型を開発しており、本級はこれを元にしている。対戦センサーとしては、スフェリオンビーカ主装備ソナー及び、アタスに栄光ソナーを有する。スフェリオンソナーは6から 8kHz を使用して、 探知距離は2から2 4トルで、本型と同様の改め、ラファエット級であるサウジアラビアのアルリアド級フリゲート、オーストラリアのアデレード級フリゲート、強化後やアンザック級フリゲート、さらには、ノルウェーのイージス艦であるフリチョフ南線級フリゲート、改良型でも採用実績のある優秀なソナーであるが、一方、アタスには、使用時に艦の安定性を損なうという告げがある。 時間装備の対戦火力としては、両弦にマーク46単魚雷のマーク32単魚雷発射艦を有する。マーク46単魚雷は、旧西側諸国海軍の艦艇で、標準的な対戦兵器であるが、比較的単射艇である。しかも、魚雷発射艦は、剥き出しのまま搭載されているため、艦のステルス性を損なっている。本級はこれを補完する、中。 長射程の対戦火力は持たないが、有力な紹介ヘリコプターである S-70C、SH-60C ホークに、ほぼ筆敵を搭載することから、その対戦戦闘能力に不足はないものと、みなされている。本級は、対水上火力として、台湾国産の u f 2型 SSM4 連装発射機を2機、搭載している。これは、 対外関係により供給が不安定なアメリカのハープウーンを置換するために開発されたミサイルであり、必然的に同規模となっている。原型艦の搭載するエグゾセーム M40、MM、と同等の射程であり、レーダーに加え赤外線センサーを併用するシーカーや自己単造弾頭の採用など独自の工夫が凝らされている。一方、耐水上センサーとしてはトリトン、 G レーダーを使用する。これは、日本の OPS-28 やオランダの MW-08 に似た性格のレーダーで、遠距離での探知能力に優れる。また、電波発信が危険な状況では、データリンクによって量感などから伝えられた敵の情報や、電子戦装置によって傍受した敵の電波情報によって攻撃を実施する。本級の最大の弱点とされているのが、 貧弱な防空火力である。原型艦は黒ルコ間防空ミサイルを搭載し、これは順次アスター15に換装される予定である。しかし、フランス政府はアスター15の輸出に慎重であり、黒ルはかなりの高額を要求したため実現せず、代わって台湾海軍が従来より使用してきたシー・チャパラルを搭載した。しかしシー・チャパラルは射程が短く、 目標正面における光線能力もほとんど持たないことから、対艦ミサイルなどの現代の軽空脅威に対してほとんど対抗し得ない。2013年時点ではミサイル脅威に対しては 76mm 単装速射砲及び 20mm ファランクス CIWS のみが防空火力として期待し得るものとなる。 これを是正するため、台湾空軍で用いられている国産の点検2型 TC- に空対空ミサイルを艦載化の上で搭載する計画が進められた。この艦対空ミサイルの試作弾は2005年に完成し 30km 程度の射程を有するものと推測されており、アスター15、またはアメリカの SM にほぼ匹敵すると期待されていた。しかし、2008年から 改装予定だったにもかかわらず、VLS の開発が難航し、甘根県新潟の再生産が必要など費用対効果の問題や技術的課題もあったため、2009年に計画は白紙となった。だが、その後も発射機の開発が進められており、立法院での後天中海軍参謀長の答弁、2013年11月4日によると、2017年から、 点検2型を搭載する回収を行う予定だという。手法は、台湾海軍が広く関西砲として使用するオートメラーラ 76mm 速射砲を一門艦首に搭載する。76mm 速射砲には、台形のステルスシールドを装備したモデルがあるが、本型の搭載砲は、従来型の円筒形シールドを採用しているため、ステルス製には、 問題があると考えられている。76mm 速射砲は、シーチャパラルタンサムと共に、キャスター IIC によって射撃機を受ける。また、多数の小型水上目標と近距離において交戦するため、本級は、ボフォース射程 40mm70 口径長、炭素機関砲を2問備えており、ヘリコプター格納庫両脇に搭載されている。 これもやはり従来通りの非ステルス砲塔を採用しており、艦のステルス性を著しく損なっているとみなされている。本級は S-70C-1 サンダーホーク、懲戒ヘリコプター1機を搭載する。同機は民間向けの S-70C という命名を受けているが、実際には海軍向け輸出型の S-70B に準じる機体であり、ベンディックス製、アン。 アスック -183 リッピングソナー及びアン、APS-128C レーダーを装備しており、極めて有力な対戦哨戒機である。フランス建造分の6隻は、ロリアンの海軍交渉で1992年から1994年にかけて寄港され、1998年までに収益した。予定されていた台湾での建造は、6隻で70億フランだった。 コストが160億フランにまで膨張した上に、リベートの支払いや、1993年に発覚した総額5億ドルにも及ぶ汚職、ラファイエット事件などの政治問題もあって、中となった。価格が高騰したため、台湾は搭載兵器購入を諦め、兵器なし状態で購入。本国へ開港し、国産やアメリカ製などの代替兵器を搭載した。6隻は、 とともに、キールンの第131巡防艦隊に配備されたが、導入当初は、全艦が何らかの理由で校内に停泊しなければ、ならないほど不調続きであったが、現在は、稼働率も高くなっており、台湾海軍の主力として活躍している。全艦が DCN ロリアン交渉で建造された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。